ではですね、プロジェクト採算っていうのが、えーと、じゃあ具体的にどうやって見るのかっていうとですね、先ほどとはですね、えー、と軸を変えてみて、えー、まあ例えば2018年の3月っていうところで言うと、左側にですね、プロジェクト上の損益を見る項目と、横軸をですね、プロジェクト別にしてみました。で、軸を変えられるんですね、えー、こちらのシート。で、軸って何かっていうと、横軸がですね、 えー、A プロジェクトの中にある A とかですね、A プロジェクトなんですけれども B とか、あ,あいう形で、まあ、例えばプロジェクトが細切れになった場合に、A と B と C ですね、内訳っていうので、まあ、A がこれぐらいとかですね、B がこれぐらいっていうところで、じゃあ利益いくらなのかとかですね、例えば、ああいったところを見てるっていうところですね。 これが、なんていうんでしょう、軸を変えられるっていうイメージであり、例えばですけど、プロジェクトとしてですね、全体のうちですね、じゃあ、どこが儲かったんだ、横軸をですね、プロジェクト別にするっていうふうに、こういった運用がですね、なかなかエクセル管理ではですね、データを集めることはできても、分析っていう時にですね、軸を変えるとかですね、例えば期間をですね、2018年の4月に変えるとか、って形で、横軸とかですね、縦軸っていうのをですね、多面的にというか、多軸的にというか、 見れるっていうのがこちらのプロジェクト採算の,、まあのサンプルのシートとなっております。